よし、続きありますか。次のメインがラボへの潜入なんで、まあそこムカデとなんか戦えるみたいな話聞いてたんでね、まあルートをうまくやらないといけないんですけど、なんか月山州のイベントを終わらしたらなかなか強いスキルが手に入るだの入らないだのというコメントですねいただいてたんで、とりあえず月山のイベントから終わらしましょう。手が冷たいんだよな。最近急に寒くならなかったですかね。あの祝日の水曜日、あそこから一気に気温が下がり始めて、なんでこれ飛ばせないの。あ、飛ばせる。電子柱、はい。遭遇率何パー？ 100% か。そりゃそうなるよな。これ遭遇率を下げるのってどうやらいいんだ。戦って勝てる気はしない。はあ、マジっすか。で、あとですね、まあ回復のスキルを基本的に使ってたんですけど、まあ攻撃使った方が進めやすくなるだの言われたので、そうですね、 10秒間体力継続的に回復で全体的にどれだけ回復するんだろうな。あれに変えますか、 20% のやつに。これこれこれ、こっちにしてリンリン。これだとね、3つで打てるんですよね。だから敵が攻撃してる間にストックしなくても、攻撃の合間にストックできるような気もする。ただリンリンっていうのがな、難しいかもしれない。攻撃力中アップ、なんか他に入れとくか。これ強いよな普通にコウリンリンビめっちゃ強いと思う。待って、これ強ない？癒しの笑みめっちゃ強い。ちょ待って、こっちの方が強ないか。こっちにしよう。リンリンコウビ、また覚えないといけないんですけど、リンリンコウビでいきましょう。なんか変えるか。これなんだ、確率よしとリン、九死からの渇望。これなー、九死からの渇望もなー、どうしようかな。出血させてくるから、多分木島はこれにしよう。多分ね、これどうだろう、相手の攻撃力強くなかったっけ。攻撃力自体はそんなんだったんだっけ。なんかね、出血が確かだるかったんだと思う。あ攻撃普通にだるいじゃねえか。まあダメだね。手が冷てえわ。どうすんだこれ。 100% でも路地裏とゴミ箱の裏だっけ。あれ隠れれんのかな。いや隠れれんのかな、隠れて回避できんのかな。あ、スルできたわ、よかったあれ、あそこにいるのは月山さん。ボンジュー。いや待っていたよ。待っていたって僕を。ちょっと君と話がしたくてね、付き合ってもらえるかな。なんだろう、錦さんの話を思い出すとついていかない方がいいような気もするけど、うん、前回の記憶抜けてて、何やこいつ、なんかすげえ変態っぷりをカフェで見せてたような気がするんだけど、どうしたんだい。あ、いえ、迷っていても仕方がない、敵ではないはずだし、多分ね。こんな人気のないところで何をするんだろう。話は聞いたよ。え、金木くんとうまくやっているようだね。嫉妬か。分かってもらえたみたいでよかったよ。君と争いたくないし傷つけたくない。ああそういうことか。よく分からないけど、ただ僕と話がしたかっただけなのかな。だから早く済ませるとしようか。え、何なんだこいつ、急に襲ってきたんだ。安心したまえ。争いも傷つけもしないよ。ひどくはしない、ひどいとディナーにふさ、あ、醜くはしない、醜いとディナーにふさわしくないからね。ディナー。そう、君をいただく時間だ。なんでだ。敵じゃ、金木の敵じゃなければ僕の敵じゃないみたいな感じな流れじゃなかったっけ。僕の意図が読めないかい。どうやら君は自分自身の魅力を分かっていないようだね。君は様々な経験を得てちょうど食べ頃になったのさ。頼むよリトルリオ、僕はもう空腹で空腹で仕方がないんだ。さあこのままおとなしくディナーのメインディッシュになってくれるかい。どういうことだよクソ。
僕は金木さんの敵じゃない。なのに金木さんの仲間である月山さんとなんで戦わなくちゃいけないんだ。諦めたまえ。僕と君は戦う運命なんだよ、リオ君。く、なんだよそれ。いろいろと言いたいことはあるが、説得は聞いてもらえそうにない。今はとにかく腕ずくででも、月山さんを黙らせなくちゃ。そうだな、これ覚えないとな。ううりんりん、りんびりんびうりんが前だったね。りんびう、え、前と同じじゃん。あ、違うわ。あれか、さっき負けたから変わってないのか。月山な、これだ。りんりん、こうび。後ろの2つは卑猥だからちょっと覚えやすいんだけど、りんりん、こうびね。ルンルン、ルンルン、こうびで覚え、ルンルン、こうびで覚えるか。どうしよう。体力 20% の時、うーん、いや、これつけるとやばいような気がするんだよな。これでいこう。とりあえずこれでいきましょう。リンリン交尾。初めて戦うからさ、月山とは全然わかんねえぞ。前情報がねえぞ。もう確認出してる。リン、あー全然ねえな。リンリン交尾、リンリン交尾。あーなるほどね。これで 30% 回復でしょ。うわ、かわいい。なんだこれ。おい、かつて、かつて今のようなエフェクトがあっただろうか。おい、やばい、あれは絶対に入れよう。戦闘中にひなみが、ちょ待って、お今お前が攻撃するから。リンリン、こう遅すぎ、わろた。あー、かわいい。一応貯めておいて、ううも打ちたいんだよな。そのためにはうかく出さないと。やべ、一応回復して。うかくはさ、今ストックするか。うわー全然出ねえな。いけ。あー全然削れてないわけだが。リン、あーうーん、あのね、あの別に覚えなくてもいいですよっていうのはまあ分かってて、あの右に出てるのは見る暇がないんですよね。もうタッチパッドでやってない分めっちゃ集中してて、こっちに。この攻撃してる間にもピースやらせてほしいな。さすがにそれは無理か。やべ、口角出ろ。よし、交尾。あ、結構安定してる。いくよ。結構安定してる。リンリン、こう、ああしくった。リンリン、ビじゃねえか。敵もブレイクさせてれるし、めっちゃリン出るな。あー、ビがねえな。月山の声がさ、めっちゃ右のヘッドホンからなんか悪くないみたいなの聞こえてくんだよね。 S、 今ので S 取れるのか。結構ダラダラやった感じなんだけど。はあはあ、勝った、なんとか勝ったぞ。たく、手こずらせてくれたよ。さて月山さんはどう出る。まだかかってくるようなら今度こそ本当に命のやり取りになるけど。すまないリトルリオ、僕が間違っていたようだ。ふう、よかった、分かってくれたのか。リオ強くなってるな。まだ早かったこいつ、僕が早計だった。君はまだ食べ頃じゃない。何言ってるんだこの人。すまなかったねリトルリオ、僕は君を低く見積もりすぎていたよ。はあ、この人何に対して謝ってるんだ。君はまだまだこんなものじゃない。これから、あー、あいつはまだまだ本気じゃなかったのね。さらに美味しくなりそうだと。僕は今未来への期待感でいっぱいだ。ああ、君がそばにいるだけで胃袋がうずくようだよ。ああ、いい顔しているね。そうだ、その方がいい。今はお互いのためにもね。ああ、まあいずれは食べに来るんだろう。次会った時にも戦わなきゃならないのかな。まいった。カルマート、これが結構なんか
これが強い強いって言われるスキルですね。月山から愛得したスキル、10秒間体力を継続的に回復し攻撃力中アップ。確かに魅力的ですね。この10秒間体力を継続的に回復するっていうのがどれぐらいの回復力なのかは知らない。もしかしたら全部統一なのかもしれないけど、攻撃力中アップ結構魅力的ですね。あとはピースの種類だけどバラバラにしてほしくないな。こう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 とかだったらさ、すげえ助かるんだけど、どれ行こうかな。まあ、これは多分できない、できないって言われた。ロー金庫か。これさ、ロー覚えてないってまたやられんじゃないの。うわお前やめてマジで。うーわ死ぬんだって本当に。多分カルマートつけるのも次でいいわ。とりあえず死ろう。まあこの繰り返しなんだよね。待って、これ最後のってもしかしてあれ倒す前か。月山倒す前なのかな。そんなはずはないはず。どうしよっかな。治らない怪我、あさっきのか。まああいつどうせ出てくるなら同じか。何回も挑戦し続けるしかないんだよな。ロジ、あオッケー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 。あれ金庫だ。また何言ってるのか。鼻つむなとかそういう感じだよね。暴れ出すと手がつけられないけど、普段はそんなに悪いやつじゃないのかもしれない。でもまあその格好はまずいと思うぞ。こんにちは、いつもここにいるの。うんそう、鼻きれい。お前誰、怪しいやつ戦う。でも俺戦うの嫌い。僕のこと忘れてるのか。こっちにとっては忘れられない出会いだったけど。あ前に会った、うん、戦ったんだよ覚えてる。あの時何してたっけ。何って追いかけられて戦闘になって。覚えてないの。おで覚えるのダメ。でもお前怖くない。こいつが戦うのは切れてる時だけみたいだけど。それだけじゃなくて、もしかしたら周囲の人たちが怖いのかもしれないな。こいつが怖がってんのか。え金庫は花が好きなの。そうおで花が好き。綺麗なもの見る心も綺麗になる。汚いもの見る心も汚くなる。だからおで綺麗なものを見る、いつもいつも。そっか、おでの中に怖いおでがいる。でも花を見ると優しいおでになる。こいつもなんか内なる人格はいるのか。過去との対話金庫みたいな。若干グルカルネタを挟んでいくんだけど、は鼻折れてる。誰かが怪我させた。許せない。えこれはまた危険な兆候じゃ。金庫が本気で怒る前に止めないと。金庫落ち着いて。グールは怪我してもすぐに治る。人間も時々治る。でも鼻は治らない。見て金庫、ほらこうして制御すれば鼻の怪我も治るかもしれないよ。本当か。もちろん。そっかリオありがとう。お前いいやつ。鼻きれい。そうだね、鼻すごくきれい。改めて見ると本当にきれいだな。そろそろ帰らなくちゃ。金庫、君はどこに住んでるの。住んでる、なんだそれは。夜はどこで寝てるの。いろんなとこで寝てる。花が咲いてるところ、どこでも。どこでも、つまり野宿して暮らしているのか。花を枕にして花を見ながら眠る。そう、じゃあ僕はそろそろ帰るよ。うん、バイバイ。10秒間敵の防御力昇段、うん、これは微妙かな。あとは、ローか。遭遇率 100% 本当に気になるんだが、仕方ないよね。避けられなかったら、またあれなんだけどさ。路地裏。うーい。よっしゃ、やっと回避できた。もう何回やってんね、本当に。10分ぐらいやってたぞ。多分これ前消化しましたね、このイベント。リンリンコービとカルマートだったっけな。カルマート、これが強いと、いうことでね。あ同じコストのスキル、
同じコストのスキルは装備できません。リンリン、あーはいはいはい、どうしよう。ちょっと一回、まあ、カルマート見てみたいから そこで決めようぜ。ひなみの 30% アップか。なるほどね、リン、あ同じもあんのか。俺としてはひなみをつけたいっていう気持ちある。これ勝たねえとまた木島だぞ。つかあの回復の量だけで俺勝てんのか。やべ、効果ね。はい、オッケー。いやお前かっこいいんだけどさ、もうちょい突き余ってわかるようなあれしろよ。リンリン、コービー、あ強い強い強い。10秒間回復ってこんな回復してたっけ。すえー、でもひなみのあれが見たいんだよ俺はな。どうしよっかな。あこれやばい。あでもまだ回復してるな。10秒間ってこのあれかな。まあそうだよね、戦闘エフェクトっていうかさ、あれが入ってる間さすがにカウントされないとして。強えなカルマート。攻撃力も上がってんだよなこれ。中だっけ。10秒間の間、まあ実質使い続ければずっとアップだからさ、実質ずっと回復しながら攻撃力中アップした状態みたいな、まあ、ステータスが上がってみたいな感じだね。強い、それは強い。一応ですね、まあラボへの潜入を残して、まあ、ルチは多分勝てないんで、あの感じだと残しましたね。一応セーブしましょう。今回短いけどここら辺で終わるか。6だな。じゃあ次はラボへの潜入ですね。ムカデカネキはどうだろう。もしかしたら放送でやるかもしれないですね。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。